ニューヨーク市地下鉄 M 系統は、ニューヨーク市地下鉄 B リビジョンの運転系統。カラーはオレンジで、クイーンズ区では、IND クイーンズブールバード線、マンハッタン区では、IND6 番街線、BMT ナッソーストリート線、ブルックリン区では、BMT ジャマイカ線、BMT マートルアベニュー線を経由する。かつては、週末もマートルアベニュー駅移動でのシャトル運転と、 なっていたクイーンズ区のフォレストヒルズ -71 番街駅よりマンハッタン6番街を経てブルックリンさらに再びクイーンズ区に入りミドルビレッジメトロポリタンアベニュー駅を結ぶ C のアザ運転を行う路線であるが土休日は南側マンハッタン東端のデランシーストリートエセックスストリート駅以東のみの運転となりマンハッタン内及び路線の北半分部分は運転されない また、深夜帯は、マートルアベニュー駅南のみ運行される。2017年7月から2018年4月に、かけて、マートルアベニュー駅とマートル、ワイコフアベニュース駅間が運休となっており、当該区間は代行バスが運行されていた。また、マンハッタン方面からの列車は、ブロードウェイジアイクション駅まで臨時で乗り入れていた。昼間時間帯は、いずれの日も10分間隔で運行される。 ありがとうございます。